星と深淵を目指せ。前金の残りを使って作ったんだって。何、まさか私が手を抜いたとでも？いやいや、千織さんを疑うつもりはないわ。というより、結婚式で千織屋のウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だったの。もう着られないんじゃないかと思ってたけど。ん、あれって千織じゃないか。今日は店にいるんだな。そっか、確かにそうかもな。接客が終わったら千織に聞いてみようぜ。私に二言はないわ。お客さんとの約束は必ず果たす。これが商売ってものよ。ドレスは日の当たらないところに置いて、不用意に畳んでシワを作らないように。あと取り出すのは結婚式当日まで待った方がいいけど、その感じだと我慢できなそうね。なるべく我慢するこれを着た私を見たら彼もきっとびっくりするだろうな。千織、店にいるなんて珍しいな。何よそれ、私が自分の店にいるのがそんなに珍しいわけ？今日は何を見に来たの？オーダーメイド？それとも子供服を買いに来たのかしら？おいら子供じゃないぞ。ああ、そのこと。
君たちも耳にしたってことは、フォンテーヌファッション協会の宣伝効果は確かみたいね。ファッションウィーク中って何か面白くて賑やかなイベントがあったりするのか？面白いとは言えないけど、賑やかなのは間違いないわよ。何しろこのイベントはフォンテーヌで年に一度のファッションの祭典だからね。じゃあ、しおりもファッションウィーク中に作品を出すのか？もちろん。フォンテーヌ邸のファッションデザイナーはみんなこの機会に自分のブランドを宣伝するの。運が良ければその日のうちに大量注文を受けることもあるわ。そうそう、チヨリというブランドもフォンテーヌファッションウィークに作品を出したことで一躍有名になったのよ。あれ？でもチヨリはもう十分有名だろ。今回のファッションウィークに参加しなくたってみんなお前の服を気に入ってると思うけど。それとこれとは話が別なの。みんな服のデザイン以外にもブランドの理念や今後の方向性についても注目してるからね。もしみんなが今年はまともな新作がこのブランドから一つも出ないなんて思うようになったら誰もお店に来なくなっちゃうでしょ。つまるところファッションっていうのはある種流行の思想を代弁してるの。ブランドを選ぶということは往々にしてそこが掲げる理念を選んでることになるわ。おお、ファッションって奥が深いんだな。とにかくファッションウィークでもうすぐチオリアの新作が見られるってことだろ。そうね、デザインはもう決まってて今は生地が届くのを待ってるところなの。フォンテーヌじゃ買えない生地なのか？うん、やっぱり稲妻の織物の肌触りが恋しくなる時もあるからね。それを使うとなんだか心も落ち着くし。あ、わかったぞ。いわゆる故郷を思い出すってやつだな。まあそんなところかな。でも稲妻からフォンテーヌってなると遠いよな。一折り荷物が途中で奪われないか心配にならないのか？その点については大丈夫よ。万が一の場合に備えてコマニアを使ってるからね。最も信頼できる配達員にお願いしてあるの。ごめんなさい、ちょっと通してください。チオリお姉さん、あなた宛てのお荷物です。かなり遅れてしまい、申し訳ございません。もう息を整えてから話しなさいよ。しおりが言ってた配達員ってキララのことだったのか。あれ、旅人にパイモン？君たちもフォンテーヌに来てたの？久しぶりだね。なんだかまたヘマをやらかしてるところを見られちゃったね。それよりどうしたの？道中で何か大きな問題でもあった？ううん、ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。盗賊？放盗団？いつもはパパッと片付けてるじゃない。違うの、実はちょっと道に迷っちゃって。尻尾が正直なところは相変わらずね。実はフォンテーヌに入ってすぐ数人組の集団に呼び止められたんだ。その人たちはいつも会う強盗とは違って、尻尾が2本あるとか彼女だとかコマニアだってつぶやいてて。じゃあキララを狙ってたってことじゃないか？むしろしおりお姉さんの荷物を狙ってたんじゃないかな。私の記事を？荷物を置いていけば見逃してやる。じゃないと高い箱に詰められて海に沈むことになるぞ。もちろん溺れ死ぬ方の海にな。って
その人たちに脅されたから。キララ、怪我とかなかったか？平気平気、私こう見えても劣気とした妖怪だもん。その人たちは全員警察隊に引き渡したよ。ただ人数が多かったからちょっと時間がかかっちゃったけど。待って、強盗に荷物を狙われるのは珍しいことじゃないけど、どうして私の荷物を狙ってたって分かったの？フォンテーヌに届ける荷物は私のだけじゃなく他の依頼人のものもあったはずでしょ？ねえ、何かまだ私に言ってないことがあるんじゃない？え、それは。ふーん、そっか。じゃあ今回のサービス評価は星いくつにしよっかな。ああ、チオリお姉さん、それはずるいって。うーん、わかったよ、言えばいいんでしょ。実はあの人たちがどうして私の前に現れたのか少し気になって時間を使って調べてみたんだ。そしたら強盗の中に口の軽い人がいてね、あっさり依頼人の名前を吐いてくれたので、強盗はその人にしおり屋の荷物を奪うよう指示されたんだって。その人の名前は？しおりお姉さん、もういいんじゃない？ほら、私も別に怪我をしてないし、もうすぐファッションウィークが始まるでしょ。あんまり大ごとにしない方がいいと思うんだけど。ありがとう、キララは優しいのね。でも相手が何をしたのかちゃんと分からせてあげないと。じゃなきゃまた襲ってくるかもしれないでしょ。ましてやそいつは私の友達に手を出したんだから。分かったよ。依頼人の名前はユーサーって言ってた。ユーサー？ねえキララ、なんだか聞き覚えのある名前だと思わない？だからチオリお姉さんには教えたくなかったんだよ。あれ、二人とも知ってるやつなのか？前にチオリお姉さんが愚痴ってたんだ。そのファッションデザイナーはいつもチオリアに対抗してくるって。ってことはファッション業界のライバルなのか？こんな汚い手を使うやつをライバルなんて呼ばないわよ。ユーサーは私のデザインが気に入らないみたいで、みんなの前でチオリアのデザイン理念と服の素材について批判してきたことがあるの。小賢しい真似なんかしないで正々堂々と勝負しろって前に警告してやったのに。あれ、しおりお姉さんどこ行くの？誰かさんを分からせに行くのよ。キララはここに来るまでのドタバタで疲れたでしょ。うちの店で休んでいきなさい。ちょっとチオリお姉さん。行っちゃったな。どうしたら。チオリのことが心配なのか？チオリお姉さんは思ったことをそのまま口にする性格だし、怒ると怖いから。ファッションウィークの前後にチオリアのブランド名を傷つけるような記事が出ないか心配なの。旅人パイも、チオリお姉さんについて行ってくれない？コマニアの配達員である私はそういったことに首を突っ込みにくいから。うん、チオリのことはちゃんと守ってやるぞ。チオリお姉さんよりもどっちかっていうとユーサーって人の方が心配なんだ。仕事中かしら、シュブルーズ隊長。隊長と呼ぶときは大抵ろくなことがない。
お前たちもいたのか。シュブレーズ、また会ったな。ああ、問題はない。あの英英のおかげで獣士隊も多くの新人を募集できた。ただパトロールをしてるといつも誰かしらにサインをねだられて少しばかり困ってるが。ひひ、何せお前はあの英英の主人公だからな。それで何かあったのか。うん、ちょっと来てくれる。その言葉を私に言うのはお前くらいだ。普段は私が言う側だからな。来るの？来ないの？何がしたいか把握しておく必要がある。私って間違えたことあった？お前がルール通りにやってくれたことがあったか？ある男が人を雇って私の友達から荷物を奪おうとしたの。だからそいつに目に物を見せてやるのよ。それで特巡隊隊長を呼んだと。通報してるんだか自首してるんだか判断しかねるのだが。特巡隊の隊長に監督してもらうためよ。過剰になりすぎないようにね。そうなる可能性があると？ならないよう努めるわよ。わかった。そいつはどこだ？私についてきてちょうだい。こういうことは今度から減らしてくれ。いいわよ。でもそれは先に手を出してきた相手に言ってちょうだい。ここよ。ちょっと待ってて、話をつけてくるから。お前たち仲がいいんだな。しおりが言ったようにやりとりをするうちに親しくなったんだ。まあ大抵は助け合いに関することだが。じゃあしおりっていつもトラブルに遭遇してるのか？ああ、同じように特巡隊もよくトラブルに見舞われる。しかもなかなか解決ができないものばかりにだ。一般人がこの制服や銃を見るとメロピデ要塞の門よりも固く口を閉じてしまう。誰も面倒ごとには巻き込まれたくないのだろう。だがそういった輩が服屋に行くとその口からは止めどなくゴシップが漏れ出てくる。フォンテーヌの滝から流れ落ちる水よりもだ。なるほど。自分はいろいろ知ってるぜって自慢したくなるんだな。そうだ、自分のやっていることを自慢したり他人の情報をひけらかしたり、そういった見栄を張るんだ。ファッションを前にすると人々の虚栄心はなおのこと抑えられなくなる。だから千織は店でいろいろな噂を聞くことができるんだ。彼女の店に行く人物は大抵が情報やリソースを握る地位を持ったものだからな。お前が言ったお互いに助け合うって意味が分かった気がするぞ。ああ、私がここに来たのも千織の安全を守るためだ。千織に厄介事を吹っかけるのは金持ちや権力者が多い。ただごく稀に厄介事を吹っかけてきた相手を守らなければならない時もある。ところで今回千織の逆鱗に触れたのは誰だ？千織がああも怒る姿は滅多に見ないが。ああ、実は。何？ユーサーのやつが？ん？どうしたんだ？やつはこれまでに何度も千織屋に迷惑行為を働いてきた。その手段も卑劣なもので周囲に悪影響を及ぼすものだったため設立帝から警告がされたほどだ。終わったな。ん？何が終わったんだ？ユーサーのことだ。
お前たち、私の言う通りにしろ。そっちに立って、私と向かい合うようになってくれ。おお、でも一体何のためにだよ。今回はおそらく、そのごく稀なケースだ。何のつもりだ、近寄るな。愚かの意味を知ってるかしら。それは何度も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 くだらないことを繰り返すことを言うのよ。とっくに言ったはずよ、私の前でああいった低能な手段は使わないでって。もしまた私の友達の猫の毛に一本でも触れたら、次にお尻が着地するのは地面とは限らないから。おい千織。ああ、警察隊員様、見てくれ、これは立派な暴力だ。警察なら放っておかないだろ。もちろんそういったことは取り締まる。だがすまない、ちょうどこの旅人と話していてな、何が起きたのか見ていなかったのだ。だから今から中に入り、現場検証と証拠の収集をさせてもらう。お前に何の罪もないのなら別に構わないだろう。それはならいい。俺もそんなに器の小さい人間ではないからな。千織さん、今度はフォンテーヌの街中でこのような暴力行為はやめるように。ええ、ごめんなさい。小さい頃からの習慣で、街中でゴミを見ると思わず掃除したくなっちゃうの。お前二人とも、まだ何か言いたいことは？私はもう大丈夫。同じようなことが二度と起こらないことを心の底から願ってるわ。これで終わりだと思うなよ。今日びっくりしたぜ。まさかあいつが吹っ飛んでくるなんてな。一体どうなってんだよ。どうもありがとう。褒めてるわけじゃない、過剰になりすぎないようにと言っていたはずだが。私はならないよう努めるって言ったの。そして確かにそうしたわ。最初はちゃんと口頭で注意したのよ。でも反省した様子が全くない上に、耳障りな脅しまでしてきてね。外に投げ捨てなければならないほどのか。そうよ、信じてくれないかもしれないけど、それにちゃんとお灸を据えてなかったらきっと次もあったでしょうね。警察隊に任せてくれてもよかったんだが。もちろんそうするつもりよ。でも証拠を集めるのにも時間がかかるでしょ。ユーサーが盗賊たちに依頼したことなんていくらでもしらを切れるし、私はこれ以上ファッションウィーク中に面倒事を起こしたくないのよ。それにキララには今後も配達をしてもらわなきゃいけないし、彼女の安全も確保しないと。ああ、そういえばもう一つ手伝ってもらうことがあるかもしれないの。残念だが今日の手伝い分はもう使い切った。そう？じゃあちょうどいいわ。私が使うのは明日の分だから。最近使いすぎじゃないか。それに見合う情報と交換してあげるから。前に君も言ってたでしょ、助け合いだって。必ず趣味になるとは限らないよな。うっけ。近頃はファッションに行くざます。実は夫が一
ただいま。やっと帰ってきた。その、何もなかったよね。何もないわよ。この先フォンテーヌでキララの荷物に手を出す人はもういないってことだけ知っておけば大丈夫。ごめんなさい、しおりお姉さんに迷惑を。もう何言ってるのよ。キララは全く悪くないじゃない。悪いのはあのバカな真似をしてきたあいつなんだから。あと金に目がくらんだ盗賊たちね。次に町を出るときはフォンテーヌの特巡隊に護衛してもらいなさい。それで途中からスピナディロースダに引き継いで後半の護衛を担当してもらうわよ。そうすれば次に配達するとき砲塔団の奴らでさえ大慌てでキララの荷物を運ぶのを手伝ってくれるでしょうね。あはは、千代里お姉さんったら冗談がうまいんだから。ん？冗談を言ったわけじゃないわよ。知ってるでしょ？私に二言はないって。私が言ったってことは、もうその準備ができてるってことなの。稲妻に帰るのは明日よね。え？しおりお姉さん、まさか。特巡隊の隊長にはもうよろしく伝えておいたわ。明日、特巡隊が朝練のコースを変更してくれることになってるから。後でナビアにも声をかけておくから安心して。いやいや、そこまでしなくてもいいよ。配達員が銃を持った人やサングラスをかけた人たちに囲まれて歩いてたら、いくらなんでもおかしいでしょ。フォンテーヌに来る旅ってわけじゃないし、今回だけよ。私を安心させると思って、今回は受け入れてちょうだい。私の友達に手を出したら、どんな結果になるか、奴らに分からせるためにもね。うん、よく言ったわ。君たちまでそう言うなら、分かったよ。悪い奴らを懲らしめて、記事も手に入った。これで、しおりも無事にファッションウィークに参加できるよな。うん、もう大きな問題はなさそうね。残りの数日で、多めに何着か作ることにするわ。今回は参加するスポンサーも多いみたいだし。スポンサーってそんなに重要なのか？もちろんよ。デザイナーのために資金や設備、工房とかいろいろなものを手配してくれるんだから。ブランドを有名にしたければスポンサーの助けは欠かせないわ。今回のフォンテーヌファッションウィークが私にとって大事なのはそれが理由よ。しおりお姉さんのブランドはもう十分有名だと思うよ。服は綺麗で着心地もいいし、私も毎回お客さんについ自慢したくなっちゃうもん。でも千織というブランド名を聞いたことない人はまだいるでしょ。それはそうだけど、でも私はいろんなところに行くことが多いから知る機会もあったわけで、他の国の人が聞いたことないのは無理ないよ。それはまだ十分有名じゃないってことよ。私の目標は、チヨリというブランドをテイワット全土に広めることなんだから。テイワット全土に？すごいな。わあ！じゃあ、私がどこの国に行っても、チヨリ屋の服を直せるようになるってこと？これまでちょっと破けるたびにフォンテーヌに来てたけど、やっぱりそこそこ遠いから。どちらかというと君にはもっと気をつけてもらいたいんだけど。十分しっかりと縫ってあるのよ、それ。木の上でうたた寝してるとたまに油断して枝に引っ掛けちゃうんだよね。そういうことならオイラたちも手伝うぞ。ファッションウィーク中何か手伝えることはないか？うん、もちろんあるにはあるけど。なんだなんだ。よかったら明日私の店に来てモデルをやってくれない？いや、もっと端的に言うと私の服のマネキンになってほしいの。おお、つまり
オイラに服を試着させるってことだな。そういうこと。君たちに着てもらったまま、ついでに縫い具合やシルエットを調整させて。難しくなさそうだな。ステージに立つモデルはもう予約してあるから、君たちの手を煩わせることはないわ。でも気に入ってくれたなら、チオリアにぜひ来てちょうだい。君たちには特別に割引してあげるから。ひひ、ちょうどオイラも気になってたんだ。デザイナーって普段どうやって服を作ってるんだろうなって。じゃあそういうことで、旅人は清掃、パイモンは子供服のモデルね。また明日の朝に任せとけって。おい、